ジェネレーションギャップあるいは世代のズレは世代による文化、価値観、思想などの相違のこと。社会学や心理学、人工学において世代という語は次の二つの意味で用いられる。一つ目の意味は単に生年の近しい集団を指す場合や世相や時代背景を共有し価値観や行動様式を同じくする集団を指す場合など、コホートとしての世代である。 もう一つの世代は親世代、子世代といったライフサイクルによって分別される用法である。いずれの場合においても各世代間の成因の価値観や行動様式は異なる傾向があり、その断絶から葛藤や圧力を生じさせる可能性がある。ジェネレーションギャップを端的に表す言葉に最近の若者は大人はわかってくれないなどがある。この種のジェネレーションギャップは ライフサイクルの変動によって自然に解消されると考えられている。一方、高齢者が社会的孤立に陥る問題点の一つとして世代間のジェネレーションギャップによる対立や煩わしさが固定化してしまった結果、世代間交流が失われていることが挙げられる。ジェネレーションギャップの固定化は文化の伝承を妨げたり、エイジズムを拡大させる要因ともなる。 ミルトン同基地が1970年代にアメリカのすべての年齢層を対象に行った36の基本的な価値から最も重視する価値を選択する調査の結果、世代間で大きな違いがあったのは3項目のみであった。老年学のアードマン・ビーパルモアは一般のイメージと異なり、実際には基本的な価値観は世代間に大きな違いはないと結論している。 ありがとうございます。